フ部やっていきたいと思います。今回の内容なんですけど、これですね、帰国羅生門のだいぶね遅くなっちゃったんですけど、このね、四天炎武ですね、これを、購入していきたいと思います。ということで、もうねチャージは終わったんですが、これはねもう本当まああまりねほぼ課金しないよっていう方でも、まあちょっとねもう美課金も美課金でちょっと課金してもいいかなっていうようなお小遣いの範囲とかでねっていう方だったりすれば、まあぜひぜひねやってみてほしいなとは思います。まあやっぱねすごいお得なんですよ。ということでこれね、ゲットしていきますと。はい。でまあ何もらえるのっていうところの下のところね、今まだ15ぐらいまでなんですけど、まあ1個ずつねちょっともらってって、まあなんかすごいこう大きいのがあるわけじゃないんですけど、まあこうやってね、ゲットできます。まあこれでも大きいよね、5分もらえるのね。そうでね、もらえる、毎日もらえるね5分がね増えるんですよ。そう、普通10しかもらえるのが20もらえるでしょ。で今イベントのやつでもログインするだけで10もらえるでしょ。だから毎日30貯まるんですよね。それはね本当に大きい。まああとは普通に鉱石ね、あっちの方こうやっていけばさらにもっと溜まっていきますので、まあそういう意味ではね、これね、これ本当は、10しかもらえないのが、まあ毎日ね2分の2になってると思うんですけど、20もらえるよと。まあそこは大きいですね。復刻の無料が持ってきてる。そう、なかなかね今ね2体目の鬼の武将ね作りたいなと思ってるんですけど、まあまだまだね気根が足りないよっていうのがね現実ではあるんですけど、結構あれかな、今ので溜まりましたね。169溜まったんで、まあこれちょっとレベル7ね、ここのところちょっと挑戦していきたいなと思いますので、これをちょっとやっていこうかな。であとこれね今言ってたんですけど、この姉川ね、これやると毎日10もらえるよっていうのがあるので、それをちょっとねやっぱしっかりねやってってほしいなと思います。まあ非常におすすめの、まあ毎回毎回始まるたびにねおすすめさせてもらってるんですけど、もうね成長の速度が全然違うんですよ。そう、まあ3000円ぐらいかかるんですけど、成長の速度全然違うので、まあやっぱね鬼武将いた方がいいと思いますね。うん、強いしねやっぱ基本的にはね。なんで、そこのところではもうね動画ずっと見てくださってる方からすると、まあまたこの話してるよって思うかもしれないんですけど、まあすごくねおすすめの、まあ美課金なので、まあやってみてくださいということで、じゃあちょっとねレベル7、やっていきます。はい、それではね、帰国羅生門、やっていきたいと思います。レベル7かな、ここね、やっていこうと思いますということで、まあレベル7自体はねもう全然問題なく、レベル8もまあクリはできます。まあね実際じゃあちょっとやっていきたいと思います。まあ3体ね、まあ、3体出してまあやっていきます。うん、まあひたすらねちょっとこっからは戦いながら喋り続けるっていう、まあただそれだけなんですけど、まあ今回のね何鬼武将4体、まあ結局何がいいのかっていうのはちょっと白黒つけられないなっていうのが個人の見解ですね。まあ前回のね動画でも話したんですけど、まあ柴田勝家に関してはまあ普通にね欲しいなっていうのはまあ本音ではあるんですけど、いやどうですかね、何がいいんだろう、うん、難しいですね。まあでもねちょっと個人的にやりたいのはやっぱり覚醒したね、鬼の武将2体目かな、2体目はちょっと作りたいなと、ああいうのは正直思ってはいます。うん、やっぱ今までねリセットを結構やってきたので、まあ YouTube のね、まあ、動画のネタになるとかもありますし、やっぱいい武将出た時にねそっち気になるっていうのでやったりはしたんですけど、まあリセットかけるとね皆さんよくご存知だと思うんですけど、まあ1個落ちるんですよね。その1個落ちるっていうのはまあ5だったら4になるみたいな、まあそういう感覚なんですけど、それによって1個落ちたんで、その前にこうね、つぎ込んでた既婚分がまあ無駄になっちゃうっていうね、一区間分ね。うん、だから、まあ例えばですけど、完全にね、フル覚醒させてる状態でリセットかけると1個戻るんで、覚醒2までになるんですよね。だそうすると、
8000かな毎回ね。だから今まで3回ぐらい、鬼武将ねリセットしたんで2万4000機構ね失ってるっていうね、まあ今考えればもったいない話だし、まあ別にその時ね旬な武将が使えたよっていうのもあるので、まあ決して無駄ではなかったんですけど、まあ個人的にはちょっとやっぱもったいなかったかなと。なんで今回はまあ今ね頑張って貯めてますよっていうところで、まあそのまま、なんとかね、2体作りたいんですけど、だからその2体何置くかね。まあ今いいのはやっぱね、誰だっけ今使ってるやつ完全度忘れちゃった。まあいいや、まあいいや、また思い出したら言います。ひどい話だよね。はい、すいません。あとね、今出てるね、この頂点武将かな、頂点武将、名前違ったらあれなんですけど、まあ今、伊達政宗ね、一番最初第1回で、今回で直近のところで徳川家康がね、出てきてると思うんですけど、まあどっちがいいかなっていうのは、まあ徳川家康の方がパッと見だとね、能力的には魅力的かなっていう気はしますね。伊達政宗ね、まああまり硬くないんですよねって言ってもまだ育てきってないんであれなんですけど、まあでもアタッカーとしては手数は結構高回転にはなるんじゃないかなと思うので、まあそういう意味では、うん、個人的にはありな気がするんで、まあ今途中まで育てちゃってる伊達政宗、ね、ここをそのまま貫き通したいっていうのはまあ本音あるはありますね。でもまあやっぱ家康もね気になるね、あれはね。まあ、これがね、リセットかけると戻ってこないんですよ。リセットかけるとこれね、戻ってこないって、ここがまあちょっと問題なんですけど、まあこれがね、戻ってくるんだったら、まあいろんなね、こう武将試しながら、ああ、やっぱこっちがいい、こっちがいいっていう風にね。だから、リセットかけた時に、あれがいいかな。だから本当に、鬼と一緒でリセットかけると、まあ一個レベルが下がるというか、まあ、何かしら戻ってこないけど、まあ、8割方あ帰ってきますよ、みたいな。まあ、そういう風にしてもらうとね、毎回新しいの出た時に、まあ、そういう風にしちゃうとね、課金する方が減っちゃったりとかするんで、上サイドとしては、まあ、やっぱね、それが大きな収入源にはなりますんで、まあ、しょうがねえかなっていうのは、本音ではありますね。はい。まあね、ひたすらこうやってね戦い続けてて、まあ普通の鬼のやつも倒せますし、まあ最後のボスまでね、行ってもまず問題はないかなと思うんですけど、まあ実際7はね、何度もクリアしてあれなんですけど、まあレベル8も今までだったらいけてたんですけど、そのレベル8っていうのも今回のこのね、帰国羅生門こっちの中身だと実際どうなのかなっていうのは、まあ正直ね、まあ蓋を開けてレベル8行ってみないとちょっと分かんないですけどね。レベル8で相手のレベルが45になるのかな、多分ね。そう、どうなんですかね。あ、そうそうそう。で、さっき度忘れしてたのは、今ね、前列右側で使ってる山本勘介ね。こいつはね、いいよ。結構いい。まあ、やっぱり反転が大きいかな。回復させて、反転させてっていう。まあ、それがね、非常に大きい。だから、まあ、例えば、織田信長とかもね、パチッとはまれば限定の信長でも、こう、止められる時もある。止められる時もある。まあ、でも、そこに関しては、確実にコントロールができるっていうわけじゃないんで、まあね、あれなんですけど。まあ、ほんとすいません。なんかひたすらね、これ流してるだけのね、動画になっちゃってるんで、あれなんですけど。あと何かな？あ、限定。そう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 。あの限定の足利。あれが強い。あれが強い。あの局でね、会った方と戦った竜神挑戦で、同じね、お家の中のあの狩坊さんとかでね、戦わせていただいたんですけど、やっぱ手数が多いのと、あれね、
奥義が通常スキルがね 210% とかの計略ダメージなんですよ。で確か奮起かな、奮起とかがあったりするんで、まあやっぱその奥義ゲージが溜まりやすいよっていう状態の中で、まあ、やりますんで、だからあれは非常にちょっとまたやばいのが出てきたなって、ちょっと前のね織田信長もね入ってるとやばいなっていうところに、まあちょっと追い打ちをかけて、まあ唯一言うと、まあ、計略物理って分かれてるので、まあ併用はできるのかもしれないですけど、まあどっちかにね多少こう振ったようなパーティーであればちょっと難しいかなって気はするんですが、っていうことで、まあボスもねもう倒し終わるんで、まあ多分レベル8もいけんのかなと思うんですけど、まあなかなかね札もたまらないので、ちょっと時間はかかるかなっていうところですけど、さあここもね、鬼憑依武将引いていきましょう。柴田勝家が個人的には欲しいですけど走りました。さあ何かありがとうございます、滝川一正ということで、まあこの滝川一正もね結構強いんじゃないかなっていう話はね、出てはいました。まあサポートキャラではあるんですけれども、だからまあこの辺なのか、ちょっとあれですけどね、まあ一応ね、動画としてはまあ以上にはなってきますということで、今回で言うとね、四天炎武の美化金はやった方がいいよっていうのと、あと帰国羅生門に関してはレベル7ねやりながらちょっとこういろいろ話すよっていう機会にさせていただきました。ということでね、今回もね最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。またね次の動画でねお会いできれば幸いかなと思います。よかったらいいねチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。まあね、無駄にね、なる、気根ね、まあリセットかけるとね、あるんですけど、まあそれも選択肢の一つとしてね、まあ最悪できるよ、ということで、まあすいません、まあちょっとね、だらだら話すような、
動画になってしまったんですけど、まあ、最後までね、お付き合いいただいた方、本当にありがとうございます。まあ、そんなね、なんか、大した動画にはできなかったんですけど、次ちょっと限定のね、武将の紹介できればいいなとは、思ってます。ということで、まあ、ちょっと長々とお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。